東名田区は神戸市を構成する9区のうちの一つで同市の東端に位置する。西は名田区、東は芦屋市、北は北区と隣接している。1995年の阪神・淡路大震災では住吉周辺で最大震度7を記録する東区内全域にわたり大きな被害を受けた。震災以後、マンションの増加や都心部へのアクセスの良さ等の 処理流により、他市、宅からの転入者の増加が著しく、震災後新たな区民となった割合が4割を超えている。そのため、区内の出生数も多い状態にあり、他市高齢化の状況が続いている。また、神戸市、第2の海上文化都市六甲アイランドは、全域と区内に属する。神戸市の最東部に位置し、南は大阪湾に面する。沖合には、 六甲アイランドがある。六甲山を背にした、早朝の東灘区の市街地、塚星台から望む東灘区の夜景綱時き天満、神社所女塚古墳大学、短期大学高等学校中等教育学校、中学校小学校幼稚園、特別支援学校各種学校東灘区で、救急車に搬送された場合は、上の4つの病院に行くか、灘区や中央区などにある病院に行く。 区内を市営地下鉄は通っていない。東灘区は、神戸市旧区では、灘区、長田区、垂水区ともに、新規バスの路線が乗り入れていない区でもある。六甲アイランドフェリーターミナル、六甲線客ターミナル、小磯記念美術館、白鶴美術館。ありがとうございます。